だ。山崎勇の映画戦火。はい、始まりましたね。始まりました。はじめまして、こんにちは、おばコップです。何そのおばコップっていうのは。おばコップはおばさんのロボコップです。え、おばさんのロボコップ。そうです。ロボコップっていうのはやはりあれだよ、こう刑事だよ。そうだよ、ロボコップっていう刑事だよ。刑事だ。刑事だよ。じゃあおばさんコップのおばコップの刑事。そうだよ。おばさん怖いよ。なんでこんなところに刑事がね、いいんだよ。ロボットの刑事がなんで映画戦火に来てるの。細かいことはいらないの。来たいから来ただけ。いらない。自己紹介して。あ、そうかそうか。まず僕から、うん、はい、皆さんはじめまして。私、山に前と書いて山崎、五二十に太平洋のようと書いて勇と読みます。もうかれこれ映画の世界に入って、そうですね、もう40年ぐらいは経ちますね。もう40歳過ぎてんの。いやいやいや、だから映画をやりだしてから、映画の世界に入ってから40年以上だね。じゃあいくつ、今いくつ。今言えない。あのね、一応ね、うん、こんな派手な格好してるしね、うん、映画監督でもね、うん、やっぱりほら表に出る仕事もしてるから、うん、ね、うん、年齢は不詳。年齢はいいの。なるほど。そう、うん、分かった。あなたもおばコップだからいくつなの。2363。何それ。2363、かなりいってるね。じゃあ3日生まれて2363日。かなりいってるね。3日だよ。もうあだ3日だよ。3歳じゃないよ。2636日だよ。じゃあそんなにあれじゃん。生まれたてだよ。そうだよ。そうだよ。なんだなんだ。まあ、もし続けて。あのさ、うん、私たちね、うん、ここに漫才しに来てるんじゃないんだから。え、違うの。まず、うん、ね、映画を紹介したい。うん、まあその前にね、うん、最近見た映画はある？最近。うん。三つも見たよ。三つも見た。三つも見た。ほう。一つは、うん、レッドスパロー。あ、外国もの。二つ目は、ほう、なんだっけ、名前忘れた。なんとかレーダー、トゥムレーダー。ああ、トゥムレーダーね。三つ目は、うん、つい最近。最近。パシフィックリム。パシフィックリム。面白かった、みんな。あれも見た。三つとも面白かったよ。監督も実は全部見てます。監督は何でも見てるの。僕はね、もう映画大好きだからね、もう小さい頃からね、母親が大好きで、もうね、母親によく連れて行かれた。そうなんだ。だからね、まだ子供なの。なのに、大人の映画に連れて行かれた。え？大人の映画。大人の映画ってどんな映画？例えばね、まあ、今こう見てる人たち、どういう人たちが見てるかわからないけれど、まあ僕ぐらいの年になると知ってると思うんですよ。そういう映画。終着駅とかね、モンゴメリー・クリフトのね、終着駅でね、なんかね、男の人とね、女の人がね、なんかこうくっついてんのよ。くっついてんの。それ見たとき、まだ僕はなんでくっついてるのかわからなかった。まだそんな小さい時から見てる。そうなんだ、うん、でもね、それから映画、いろんな映画見て、やっぱりね、映画はものすごく本当にええわ。そうですよね、うん、映画だから大好きになって、だから今ね、こうして映画監督してる。どんな映画作ったの。あ、聞いてくれましたか。
初監督作品はね、うん、1988年度作、うん、劇場公開一般映画、うん、これはね、まあ映画会社と僕の会社とで、うん、まあ作ったんですね。タイトルはね、うん、レミって、レミ、L-E-M-I、 レミ、ドとファとソとラとシはどこ行ったの。だからレミで、レミだけなの。レミ、レミ、これはね、うん、SF、 SF、うん、対策とは言えないけど、うん、でもね、まあちょうど1988年度作だから30年前だよね。そんな昔そう作ったの、30年前、うん、ね、それで、うん、その頃ね、まだ CG がそんなにあれだったんだけど、うん、やっぱりいろんなこともあってね、うん、僕いろんなことってどんなこと。いや、やっぱりあのほら、あの CG とか使うとまだ CG がもう出たてで、うん、もう1秒いくらとかむちゃくちゃ高い、うん、だから、うん、例えば円盤、うん、UFO が飛ぶのもね、うん、本当にアナログでね、うん、ミニチュアをね、あ、言わない方がいいと思うよ。いやいや、ミニチュアをね、本物だと思って見た方がいいよ。いやいや、そんなこと言っちゃったら、いいのいいの、ダメだと思うよ。今はね、うん、もうみんなね、うん、見飽きるぐらいね、うん、CG ふんだんにね、うん、見てるから、僕のやつ見たら、もうすぐアナログでわかる。でもね、中身が濃いから、多分何かを感じてもらえると思う。で、今ね、紹介をしますが、レミ。これを、それじゃあ、そうだな、オペレーターさんにね、はい、ここまでって言います。ですから、あの最初からちょっと一度流してみてください。レミですね。はい、SF 映画です。はい。Do-d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 o
ではニュースを続けます。昨夜遅く、東京の一部の地域で UFO 騒ぎがありました。羽田沖から狭山湖方面に正体不明の発光体が飛行したというもので、目撃者も多く、一時は大変な騒ぎとなりましたが、気象庁の発表によると、雷の発生する今の時期にはいくらの気象現象で、はい、こちらは黒沢ひろみです。ただいま出かけております。 P が鳴ったらご用件をどうぞ。起きろ、ひろみ。留守番電話にして眠っていることは分かっているんだ。今日は12時から写真撮影、それから午後の3時から新曲の振り付けだぞ。ひろみちゃん、起きて。起きなきゃ学校だって間に合わないでしょうが。ねえ、お願いよ。起きてちょうだい。バカ野郎、タレントも学校もやめちまえ。お前なんかいつまでも寝てろ。いけねえ、遅刻だ。現在我々がこの銀河系宇宙で認識できる星の数は470億個と言われている。我が太陽系の例を取れば、一つの太陽が9つの惑星を持っていて、そのうち一つの地球に生命が生まれたわけであるからして、統計学的に計算しますと、なんと全宇宙では10億個の惑星に生命が存在する可能性があると言われている。地球外生命のことをエイリアンというが、今エイリアンのごとく私の講義に忍び込んできたのは誰か。また君か、黒沢ひろみ君。遅刻、欠席、早退。このまま行けば落第は確実だね。どうする気？いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日当店に、当店に、ありがとうございます。なんとか仕事と学校と両立させようと思って頑張ってきたけど、もう限界かな。このままの状態が続くようだと、もう大学辞めちゃうかな。ダメ、大学は辞めちゃいけないよ。でもね、私と割とこの仕事合ってると思うんだ。素質あるかどうかは分かんないけど、あるって言ってくれる人もいるし、今はパッとしないタレントだけど、私たち一生懸命頑張ればどうにかなるような気がして。そうだよ、頑張るんだ。だから大学は辞めちゃいけないよ。お前、ひろみが、どうだった、ひろみ。え？ああ、別にどうってことねえよ。あんたたち、本当にバカね。こんなに楽しいのに。ヒロミだっていつ他のやつにやられちまうか分かんねえんだぞ。女はそれを待ってんだから。
みはそんなことはない。おお、大した自信だよ。それじゃ俺がひろみをいただいちゃってもいいのか。ああ、どうぞどうぞ、できるもんならね。おお、こりゃ面白くなってきたぞ。ひろみちゃん、待ってろよ。ダメだな、ひろみちゃん。もう、もっとこの大人の色気を出しなよ。そんないい瞳してるんだから。もっと燃えるような情念を表現してごらん、マネージャー。はい。ちょっと頼む。はい。要するにガキなんだよ。あのね、例えばね、恋をしてごらん。恋を。もう不倫でも何でも構わんから、もう燃えるような恋をしてごらん。ね。それでないとあんたに。そういうような情念が出てこない、あんたの場合は。もう一度言うよ、恋だよ、燃えるような恋をするんだよ、わかったか。一郎、ご飯よ。どうしたの。どうしたの。あんたが卵を産んでるんだ。あ、そう、よかったね。だけど卵は3つはあるんだよ。3つあっちゃおかしいの。普通ハチは2つしか卵を産まないんだ。3つあったらおかしいんだよ。明日どうしても大学行かなくちゃいけないのかい。ごめん。困ったなあ。なあ、じゃあしょうがない。じゃあ局4時入りだから絶対遅れんなよ。おやすみ。はい、おやすみなさい。
さんも優しいけれど、アート姉ちゃんも。最近ちょっとお疲れ気味なんだ。こら、ひろみ、しっかりしろ。恋をしろか。どこにいるんだろうな、私の恋人。寂しいな。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰？それは私。はい、すごいですね。30年前にこんなの作ったんですか、監督。そう。え、びっくり。もうそれもね、うん、初総合監督作品であり、うん、いや映画本当に作りたくてね、うん、なんとかね、うん、頑張ってスポンサー集めてね、うん、まずスポンサーはね、うん、あのアートネイチャー、アートネイチャー、それからね、うん、あのパチンコのねメーカー、機械を作っているメーカーさんで、西陣さん、それからね、まあ僕のやはりあの会社の方のオーナーでもあったあの石庭グループのね、まあ石庭グループっていうんですかね、あのその杉山会長ね、その方、この3社でお金を出してもらって、初めて作った。まあ、もっといるのよ、本当は。そうなんだ。三社よ。あの、先日お亡くなりになった、うん、絹笠さんも、あと姉ちゃんのコマーシャル出てたことありますよね。
覚えてる？あ、私は生まれたてで知らないけど。そうだろ？おばあちゃんが言ってた。あのね、ハート姉ちゃん、実はね、僕あの衣笠さん、幼なじみっていうのかな、近所だったの。小学校も中学校も一緒だったし。え、京都だったんですか？京都、僕は京都出身、東山に住んでて、同じ彼も東山の、彼はね、馬町っていうとこだったの。歩いて5、6分もかかんない、家からの。それで、実はね、彼ね、もう確かにね、野球が好きやなーっていうのは分かった。というのはね、いつもね、家の前でね、バットを素振りしてるの、素振り。そうなんだ。で、その素振りしてる姿見ててね、でもその時はね、まだね、僕、小学校だしね。衣笠選手は監督よりも3つ下だ。3つ下。そう、3つ。で、僕の中手、まあ僕3人兄弟だけど、2番目の弟が同じ平安高校で同級生。そうだったんだ。というね、まあそういうことでね、23日にお亡くなりになったって聞いてね、なんかやっぱり寂しいね。いやこう亡くなった時よりもだんだんこう時間が経っていくと、本当に寂しいね、人が亡くなるっていうことは。でもね、これは仕方ないね。命生命っていうのはさ、要するに僕は今ここに生きてるんじゃなくて生かされてる。僕の、ね、僕の映画は全部ああいうふうに SF ね、だけど全てね、愛をテーマにしてる。愛を。そうなの。そう。で、監督、この映画だけじゃなくて、最近もマジックとかいろいろ作った。そうそうそう。三匹のおばちゃんデカとか。そう、三匹のね、おばちゃんデカも、それから今度、今また始めようとしてるのが、三匹の美魔女デカ。美魔女に変える。実はね、今ここにおばコップさんおられますけど、おばコップさんの生みの親がね、前ひろこさんっていうね、女優さん。この方ね、なかなか引き出しいっぱい持ってらしててね、おばちゃんデカに出てた。出てますよ。でもあの人イエロータイガー。おばちゃんだから美魔女には出れない。かわいそう。美魔女に出れない。出れない。だっておばちゃん美魔女じゃない。いや、美魔女、あのね、塾上のやっぱり刑事の物語だから大丈夫です。じゃあ年齢がおばちゃんだったら出れる。そう、なら舞さんも出れて喜ぶと思う。そうよ、出れるよ。でもまあそれよりね、まあ、先に取り掛かっていかなくてはいけないのがいっぱいあるよね、まだね。今度ここの場所で、あれ、どっか消えちゃったよ。なんか機械の声がなんかおかしくなったみたいなんで、じゃあ私一人でちょっと話しますけど、三匹の美魔女デカの前に七福神っていうのを撮りましたんでね、その七福神をね、やはりちょっと触りだけ、前ひろくさんと僕とかね、僕は監督もしますが一緒に出てますので、ちょっとじゃあ、この、七福神見てください。お願いします。はい、よろしく。
デガがやってくる頃だ。リーダー、あいつ本当に信用できんのかね。大丈夫だ、やつはこっちの味方だ。佐藤、あそこが過激派のアジトなのか。そうとは見えんがな。そういった建物はないぞ。それに辺りは民家だ。あのくるくる回る赤いところの地下がそうです。私は長年おとり捜査でやっと見つけました。なぜそれだったら俺たち二人っきりなんだ。先輩ん、先輩の鼻向きにしたいんですよ。先輩、うん、あと一ヶ月で定年でしょう。そうだな、あと一ヶ月でお前ともな、権利は終わりだ。お世話になります。寂しい限りだな。ということは何、二人の手柄にして。いやいやいや、仮にだぞ、あそこが本当のアジトだとするなら上の者に言うのが本当だろう。先輩ん、あのアジトにお連れしますよ。何言ってんだお前、そんなことできるわけないだろう。なら、ここで待っててください。おい、ちょっと待て佐藤。佐藤、遅かったじゃねえか。例の者がこいつか。早くかけろよ。いつもありがとうよ。うわっ、あの嘘つけやな。ぜひ聞かせてやるよ。クルクル回る赤いところの地下がそうです。私は長年おとり捜査でやっと見つけました。あー、この間抜け野郎。おい先輩。佐藤、大丈夫か。撃ってみろ。ほら、撃ってみろよ。撃ちはどうなるか分かるだろう。先輩、逃げろ。撃ってみろ。
先輩治療するの。佐藤大丈夫か。先輩先輩どうしてきたんですか。先輩私が呼びに行くまで待ってほしかった。ミラクルセブンエンジェルズ七福神。そっか。そう。ミラクルが先。でも あなたの海の親の前ひろこさん、うん、ね、うん、一生懸命これね頑張ったね。そうなんだ、うん。でも今出てこなかった。どっか行ってたのかな。うん、まだ本当は出てくるところでね。まで移したいけどちょっと時間の都合でごめんね。そうなんだ。でもね、うん、これこう走りだけパパやってるけど、うん、もうずっといろんなこと上映会もするし、うん、であるところではね、うん、上映もしてもらえる感じね。そうなんだ。 YMCA で、うん、よかったな、ね、上映もしてもらえるし、うん、まあそんなところでね楽しみ、うんうん、そして、うん、次、うん、行きましょうか。いいよ。次何。マジック。マジック。マジック何。マジックっていうのは黒インキ、赤インキ。違う違う、ね、うん、マジシャン。本当は知ってる。ショーマジックの一人者である、うん、ハマック柳田さん、うん、このハマちゃん、うん、この間中国公演終わって帰ってきたところニハオだね。むちゃくちゃね、うん、人気者になって帰ってきた。あ、びっくり。よかったな。実は、うん、そのハ、うん、マックさんが主演のマジックという、うん、映画を私めが監督いたしまして、うん、この場所で、うん、ここどこ。ここはね、ここはどこ。カフェクリエイトカフェってとこです。ここになんかここに書いてある。クリエイターズ、クリエイターズカフェ。え、ここは場所はどこ、うん、地球、地球の日本の渋谷区。渋谷、渋谷、おしゃれな街。渋谷、渋谷区、渋谷のね。それでね、ここのビルはなんていうビル。なんとかビルだったっけ。フランフランって書いてあったよ。え、何、柔道、
ジュール渋谷7階でした。そうか、はい、ここフランフランって書いてあったの、この前監督。違う違う、だからあれは下にフランフランってお店があって、それのビルの、7階。そっか、分かった、ね、今週の土曜日だね。そう、28日、午後6時から、ね、6時半開演で、だいたい10時頃終わるという。うん、楽しみだね、マジック。そう、ハマックさん、ここでね、ここいっぱいね、もうモニターもいっぱいあるしね、すごい場所。ここでやるの。うん、私も来ていい？ダメ？うん、おばこぷ来ていい？来ていい、来ていい、もちろん。じゃあちょっとだけさ、やはり触りだけ、ちょっともったいないけど見せるの、ちょっとだけね。そっか、ちょっとだけ見てください。わかった、はい、じゃあ見てちょうだい。そうだ、それ500円玉、もうみんな今持ってるこのスマートフォン、これを使ってちょっと来ないというかな。この500円玉ね、ここ普通入らないのに、これがこの画面に投げるとこれ入っちゃうというね。これもあんまり抱かなきゃできない技なんだけどな。でこれどうやって取るかというと、ほっ、でこうやって取るというね。で今度はこれを上から入れてみようかな。これも新技になるかもしれないな。まだここにあるのがポン、うん、ここで入るというね。これびっくりするな、みんな。
見過ぎかもしれないな。今日よしカードもいいけどってな感じかな。やっぱり浜ちゃん的にはこのスプーンとフォークの新バージョンを考えてみたな。いや今までだとな、振るだけでね、振るだけでこう曲がってたりしてたんだけども、このフォークなんかもね、まだ曲がってないやつが、これも振るだけでこう曲がってたりしてはったわけなんだけどもな、このこれをさらに上を行く新バージョンを考えた方がいいな。どうしようかな。まあ戻すのは、まあ振ってこう引っ張れば今まで戻ってたんだけどもね。そうだね、このさらにこの5本負けでさらなるここから何かがあればいいんだよな。どうしようかな。ああどうしよう、こんなんじゃダメだな。どうしよう。もうマンネリ化してるしな。どうしようかな。あ、そうだ、しみちゃんがいた。しみちゃんちょっと電話してみよう。あ、もしもし、しみちゃん。明日空いてる？よし、いやー。
共同作業、まだいつものね、いつものね、親子のようなこの、本当だよね。昨日眠れました、うん、ちょっとしか寝れない。私もなんですよ。本当なんか変な感じしてワクワクしてたんですね、きっとね。どうぞ。なるほどね、はい、よし。じゃあこれ、はい、預かりましたんで、はい、いやご苦労様でした。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きますか。はい、じゃあエレサちゃん行きましょう。よっしゃー、はい、あー重い、やっぱりダメだ、稼げない、稼げない。いやー大変、大変だな。エレサちゃん、うわぁ、すごい坂、ね、おぉ、よし、わぁ、いいところ、いいとこじゃん。あぁ、疲れた。ねぇ、ねぇ、浜田さん、もう、まだ着かないですかね、旅館。まだおかしいよね。ねぇ、もう、ね、そろそろ見つけられてもいいと思う。そうですね、ちょっと待ってよ。あ、パンフレット、パンフレット。パンフレットになるから、うん。ね。あれ、ここじゃない？ほら。確かに、景色は、これですよね。綺麗だよ、綺麗だよね。ね。うん。すごく綺麗、うん。そうだよね。お、ちょっと待った。ん？ちょっと待ってよ。ん？ここ、いいね。え？ハマックショー、いいんじゃない？いや、ハマさん、ここ。ね、うん。あ、でも待ってください。いや、いいかもしれないけど、まず先に旅館を見つけましょう。景色も綺麗だし。まあまあそうなんですけどね、お客様、ね、まあそうだな、まあ旅館探さなきゃダメか。そうそうそう、先それです、うん、そうだな、じゃあ行こうか、はい、行きましょう、探し行こう。よし、よし、面白そう。まだあのね、うん、いろいろお化けが出てきたりとか、うん、いろいろあるんだけど、そうなんだ、まあ全部見せちゃうと大変ですからね。そうですよ、はい、というところで、はい、うん、今日、うん、あなたの海の親さんに代わって、うん、なんかちょっと伝授してもらったんだって。モノマネしていい？モノマネじゃなくて、あのね、ダメダメ、マイハッピーエブリデイを歌ってくれるんでしょ。あ、そうでしょ。マイヒロコさんに習った。そう、歌ってもいい？歌っていいよ。歌う、はい、それじゃあマイヒロコさんが歌います。歌ってます。マイハッピーエブリデイ。でも僕が歌います。今日は頑張って。皆さん、キッズエンダーリン、本日も楽しいこと1,2,3 探そうよ。朝起きていつもぐったり、化粧のり悪くがっかり、大変なの主婦って。 It's time to have breakfast。 旦那様8時すっきり、娘見送ってすっきり、ワクワクドラマタイム。 Now is my free time。 ワイヤーで働く娘を覗いてそっと微笑んだ。時には不審者と言われても、家族の平和守るのだ、私はスーパーウーマン。スーパーか、思い出した、卵な。晩餐スマイル、皆さんキッズエンダーリン、本日も晴天なり、心晴れ晴れよ。時々サボってちゃっかり、お
美味しいランチでがっつり財布だけダイエット主婦のたまり場はやっぱりストレス解消さっぱりいろいろ話しちゃおうこの前ねママのご飯が一番よと褒めてくれた子供といえず複雑よ笑顔だけを振っていたら知らない人でびっくりそのまま両手上げ体操よOh yeah, oh yeah, oh yeah. My happy every day. 太陽さんさんスマイル皆さんキッズエンダーリン。本日も楽しいこと。探そうよ。My happy every day. 幸せ万さんスマイル皆さんキッズエンダーリン。本日も晴天なり。じゃあこれをね、この歌で、はい、じゃあエンディングにしましょう。終わりましょう、はい、では皆さん見てくれてありがとう、次のまた予定は、あります。見てじゃないけど やる予定はあります。多分ここでまたやるかもしれません。あるけど、はい、日にちは未定なので、はい、よく見てみて、はい、じゃあね。じゃあ皆さんさようなら。